皆さん、こんにちは。時刻は16時、午後4時を迎えました。高坊のキックオフ第51回目、始めてまいります。記念すべき50回目はですね、試合の、依頼があった関係で、会場から、お送りいたしました。それでですね、今日の東京はですね、終日というか、まあ、この時間あたりから曇り空になってしまって、気温は28度ということで、お昼頃までは30度あったんで、まあ、多分真夏日と気象庁は観測してくれるのかなと思うんですけども、非常に暑い、ちょっと湿気の多めな今日であります。続いては佐藤ポンさん、ありがとうございます。こんにちは。埼玉の郷さん、ありがとうございます。すごいハッシュタグをいつもいろんな番組で付けられて、すごい、さすがですね。で、今日ですね、実はその昨日のある特別な、催し物にもちょっと行ってきまして、まずそちらをお話ししたいんですけども、FM 宜野湾でもですね、番組をされております桜庭あゆみさんが実は昨日と今日、東京とですね、今日は横浜関内の方で、民謡ライブをするんですけれども、昨日はちょっと新宿の新大久保の方の沖縄島唄カーニバルというところで、二人の民謡ライブがありまして、そちらに行ってきました。東京生活最後の、島唄カーニバルだったので、まあ6月もまだまあ終盤ということで、ちょっと予定を立てて行ってきました。いつものスタジオで三線を弾きながら歌ったりする。それ以上に非常にこう、いい声で歌ってられましたので、私の、まあ、インスタとかでも貼ってるので、まあ、自分的に、音楽を入れてますというか、その動画をつけてますので、まあ、よく、まあ、時間がありましたら、ぜひ、ご覧ください。それでですね、早速、今日の内容に入っていきますが、まず、今日の目次なんですけれども、あ、その前にだ。今日はですね、ツイキャスで、音声と映像、の配信をご覧いただけます。それと、音声ですと、周波数で言えば、FM の 79.7MHz。そして、携帯のアプリ、リッスンラジオ、マイチューナーラジオでもお聞きいただけます。YouTube はですね、後日追ってアップされますので、またこちらでも後日ご覧いただければ幸いでございます。メールでのご質問、ご感想もお待ちしております。797@fmgino1.com まで、お願いいたします。ではですね、本日の目次ですけれども、佐藤ポンさんから、ふっかる高坊さん、ということでありがとうございます。埼玉の坊さんから、精力的だなと、ありますけれども、まあ、東京最後ですので、一応、まあ、動けるところは動こうかなと思ってるんですけど、まあ、荷造りとかですね、いろいろと片付けもありますので、もう、ちょっと、実は、切羽詰まってる感じもしてます。なので、もう、あんまり、あちらこちらにも行くことも多分ないんだろうなと。6月29、30日の例の、まあ、ライブもありますけれども、ちょっと厳しいかもしれません。一応、言っておきます。で、実は今日、私の壁紙と言いましょうか、背景なんですけれども、前々回こう、山内さんからの、ちょっとまあ、異議申し立てと言いましょうか、リクエストがありまして、レアロニーにしてほしいと。ということで、サンティアゴ・ベルナベウの、スタジアムの様子を、ちょっと貼ってみました。ということで、ね、まあ、理由はいろいろございますけれども、一応、レアルのスタジアムですね。これを貼っておきましたので、一応、約束通り、
ということでよろしくお願いいたします。で、早速ですが、本日の目次ですが、まず1回目、前回の振り返り。そして2番目に今日はですね、X、Twitter でも書きましたように、審判員の基本的な資質というところをメインにお話をしまして、今日雑談でですね、時間がもしありましたら、少し面白い、別の競技のことをですね、お話ししようかと思っています。で、まずこの、前回の振り返りなんですけれども、J リーグの試合、こちらをですね、お話ししてきました。ちょっと画像が変わらないとなると、もうちょっとの方かな。お待ちください。失礼しました。あ、でもなさそうです。さっきの方で正解だったらね。失礼しました。あ、そうですね。J リーグの試合でですね、J3 の第15節で、FC 岐阜と FC 琉球についてお話ししてきたのと、あとドグソ、徹底的な得点の機会を阻止する事象のことで、この J1 の第17節というところの東京ヴェルディと、まあ、コンサドーレ札幌の試合ちょうど見てたので、非常にこう、教科書と言いましょうかですね、いい事例だったなということで、もし、まあ、ダゾーン加入されている方いらっしゃいましたら、まあ、ダイジェスト、ハイライトで、まだ残ってるかもしれないですけれども、見ていただけると、あ、これがドグソだなっていうのがわかります。ペナルティエリア内で起きた事象ですので、それに関しては、基本的にボールにプレーをしたのであれば、一段罰則の重さが下がって、レッドカード退場からイエローカード警告になります。で、それに関して、まあ、非常にいい、なんていう教科書事例的な、事象が、プレイがありましたので、まあ、参考になれば、ということでお話ししてきました。で、今日はですね、審判員の基本的な資質ということで、一応、まあ、大きく分けて4つあるのかなということで、カテゴリー分けをしてみました。まずはやっぱ知識ですね。そして、あとは技術。そして三つ目に、体力。そして四つ目に、パーソナリティ。あ、パーソナリティって別にラジオのそのパーソナリティということではなくて、まあ、人間性とかですね、そういったことで言っておりますので、よろしくお願いいたします。で、この四つですね、知識、技術、体力、パーソナリティ。ということで、分けていきます。まず知識ですけれども、当然、審判員ですから、担当する競技のルール、これを分かってないといけないですね。ということで、サッカーの競技規則、というのが、まあ、知識としては必要かな、ということです。必要かなという言い方もいいですが、必要ですね。で、あとはですね、まあ、FIFA という国際サッカー連盟、あと、まあ、IFAB というところが、まあ、基本的なサッカーのルールに関しての改正とかですね、そういったのを、担当している大機関なんですけれども、そこが、まあ、発して、それが各国の、一番上のサッカー協会、まあ、サッカー連盟とかですね、そういったところに文書が降りてきて、で、そこで翻訳されたものが、各都道府県、まあ、地域協会とかにこう流れていって、研修会ごとに、私たちの審判員にですね、今回こういった形で内容が変わりましたとか、で、この条文のこの部分に関しての解釈が変更になったので、お知らせしますという形で伝えられるということになります。ちょっとまたホームページの中でもですね、こういった通達が出ておりますので、皆さん機会がありましたら日本サッカー協会のホームページに入って見ていただくといいかなということでご案内しておきます。で、まあ、あとまあ、ちっちゃいというか細かいんですけれども、まあ、各担当する試合の大会のですね、要項。これも当然知っていなきゃいけないです。レギュレーションというそういったものも知識としてあります。で、そこで、具体的に知識の中で、まあ、細かく言いますと、やはりまずサッカー、競技の精神。これも非常に知識としては大事になってきます。これはこの、私がですね、この番組を始めた、第2回か第
回、3回かな。そのあたりまでの1回目から3回目の間で、お話をしてきた、内容なんですけれども、あと1ヶ月、あと2週間か、あと2週間でちょうど2年目になります。もう丸1年を迎えることになるんですけれども、その冒頭でサッカーの競技の精神について最初にお話をしてきました。どういったことかというと、この競技の精神というのは3つあって、競技者のまず安全、そしてまあ、サッカー競技のまあ、なんていうんでしょうね、公正公平を保つこと。そして3番目に、まあ、競技を楽しむ。といったことが、サッカー競技の精神である。ということで、お話をしてますので、過去のアーカイブでですね、1回目、2回目、3回目あたり、まあ、ご覧いただくと、ちょっと当初の段階だとね、パソコンとマイクの相性がちょっと良くなかったので、もうガッサガサになってるかと思うんですけれども、ちょっとまた機会を見つけて、また、2年目、地元に戻った以降、7月以降に、ちょっとまた振り返りと言いましょうか。改めてまたお話をしてみようかとも考えています。それで、このサッカー競技の精神ということも当然試合の中では活かされていますし、当然の前提として、まあ、していなきゃいけないということです。そして、対角線式審判法です。これは、サッカーのフィールド、まあ、競技のフィールドっていうんですけれども、これ基本長方形なんですけれども、これを斜めに線を引いた感じの対角線。それを、まあ、基本的な動く目安として採用されています。これはもう全世界で基本的に採用されています。で、まあ、もちろん、この対角線に沿った動きっていうのが、絶対ではないんですね。左にも逸れたり、右に逸れたり、いろんな形でこう変化していきますけれども、基本的には、私たちはこの対角線式審判法をまず基本として、試合を監視していかなきゃいけないというところの知識ですね。で、あとは、正しいシグナル。そして、まあ、姿勢というのがあります。シグナルというのは、まあ、当然、判定に用いるときの、まあ、腕の用い方とかですね。あるいは直接フリーキック、関節フリーキックとか、そういった形の、まあ、シグナルなんです。これももう、競技規則の、冊子の中に、写真というか図解されていますので、正しく理解していないと、間違ったシグナルをして、混乱を招く可能性もありますので、しっかりこのシグナルは習得していただかないといけない。で、あと、まあ、姿勢としてもそうですけれども、当然、正しい姿勢で走ったりとかですね、こういうふうに、シグナルするというときの、まあ、姿勢、綺麗な姿勢というのもありますので、これもまあ次の括弧2のところで、技術のところでまあ関わってもきますけれども、私はここにも含めてみました。それとまあゲーム、まあ試合への適応力という形で、まあ知識の中にも入れてみました。で、これはまあ、それぞれゲームというのはチームによっても当然違ってきますし、同じ試合、内容っていうのは当然ないわけです。もちろんチームによってのこの戦術とか、まあ、基本的な、なんていうんでしょうね、こう、スタイルはあるんですけれども、当然試合は相手チームも存在するので、それとの兼ね合いでいろいろと変わってきます。で、そこで、この適応力、まあ、予期予測、こういったものも入っています。ですので、このチームの傾向とかですね、こういったものを、まあ、分かった上で、試合に臨むと非常にこう、楽かなと。余力を持って、余裕を持って行えるかなっていうのがあります。あとは、まあ、知識としては最後にも社会常識というのも、当然、まあ、考えられるのかなということであります。で、次に技術ですけども、これスキルとも、まあ、言われるんですけれども、ここでもですね、要は、どういうことかというと、判断、判定するときの、まあ、技術、テクニックですね。で、具体的にはどういうことかというと、争点はどこか。で、見極める。こと。正しい認識ですね。で、これを身につけるためには、どういうところから見るべきなのか。で、自分のこう、
見やすいスタイルというか姿勢もあるとは思います。絶対的にこうしなさいってことはないので、自分なりにどういう動き方をすれば、いわゆる視覚見えない部分が減るのか。というのも、こう、多く試合を経験することによって、まあ自分の体にこう染みつくかなということです。で、動き方ということでポジショニング。これもですね、さっき言いました対角点式審判法ですね。こちらを意識しながら、そのそれぞれのゲームに適応した動きを、まあ、考えていってほしいな、ということですね。それもまあ、スキルの一つかな、ということです。で、また、2、3回ほど前ですかね、お話しました、マンマネジメントについても、この技術の中の一つ、それの目的としてはやっぱり円滑なゲームコントロールを行うために必要なんだ、ということで、細かくは、4、5回前にお話ししたところで、まあ、見ていただけるといいかなと思っています。で、次にこの体力3番目ですね。これはもう審判員としては、どうしても落とせない部分、もう一つです。で、この体力というのは、正しい判定を導くための必要な要素であります。どう動くか、どのようなスピードを持って臨むのか、とかですね。どんな意味で体力は必要になってきます。で、この体力が求められる中の、まあ、一つとして、その時の、まあ、体の調子ですね。様子。で、この状態。それは、まあ、常に、こう、維持向上させないといけませんので、まあ、様々なトレーニングですね。試合前の日頃のトレーニング。そういったものが大事になってきますし、試合当日においてもですね、まあ、さっきの3時台の番組でもありましたように、まあ、ストレッチとかですね、ウォームアップ。そういったものをしないと、いざこう、瞬発性の動きをするときに、故障してしまったりとかして、まあ、試合に影響を及ぼしてしまう。いったこともありますので、しっかりとやっていきましょう。で、まあ、試合で要求されるスピード感。これに対応できる、まあ、運動量をつけないといけない。まあ、小学生とかの試合であればですね、そんなに、まあ、求められないですけれども、まあ、高校生とか、大学生、こういった試合になりますと、非常にこう、多くの運動量を求められますので。しかもこの季節夏ってなりますと、こう、日中は非常に暑くて、湿度も高くて、非常にこう、10分くらいでもすぐもう体力が奪われてしまう、そんな時もあります。ですので、日頃からその暑さに慣れるっていう訓練も必要ですし、まあ長時間動けるっていう、まあトレーニングも必要になってきます。で、さっきも言いましたようにね、瞬発力。これもですね、非常に大事です。ですので、そういった、こう、インターバル等も含めて、いろんな形で、こう、トレーニングをしていくようになります。で、次はですね、4番目にパーソナリティ。ということで、まあ、強いメンタリティ、精神力が必要になってきます。ちょっと、こう、試合中に判定に、こう、エキサイトしてですね、チームからいろいろ言われたりとか、まあ、自分なりにちょっとミスってしまった。といった場合も、そこで、こう、引きずるのではなくて、瞬時に切り替えられるだけの、まあ、強い気持ちを持って、サッカーの試合っていうのはもう、1秒1秒こう変わっていきますので、それを引きずってしまうと、その次の事象に対しての対応が遅れてしまいますし、どんどんこう、悪い方向に行ってしまうので、可能な限りこう、わかるんだけども切り替える強い気持ちも必要かなと。で、もう一つは、サッカーの競技の精神を理解している。というのがあります。これも一番目にお話をしたんですけれども、今その、公平公正に、ね、試合を見て、また競技者の安全をしっかり図る。そういったところも、たとえプレーがもうゴールに入りそうなところであったとしても、例えば頭部に対しての、ファウルがあったり、接触があった場合は、勇気を持って止める。それは、得点よりも優先されるのは、やっぱ選手の命であり、安全であると。いうところから、私はそれが大事で止めたんです。ちゃんと強くこう、まあ、文句を言ってるチームに言えるような、君たちの得点よりも人命が大事ですよっていうのをね、強く言えるだけの気持ちを持って臨んでいただきたい。ということです。で、あとはですね、日頃からこう、信頼を得るための、まあ、面倒を行っています。さっきの言った社会常識にも通じますけれども、まあ、
厳格であるというところまでは言わないですけれども、まあ、その会場に着いたら、まあ自分は審判員として来てるんだよ、ということで、そこでの、まあ、スタッフとか、両チームと、まあ、会った時の挨拶とかですね、あとは行動がちゃんとしていかないと。僕なんか普段、まあ、ダジャレとかいろいろ番組でね、いろんな番組で言ってますけれども、まあ、試合では、わりかし真面目にやってますので、まあ、その辺は、信頼は、慣れているのかなと、ということでちょっと、お話はしてみました。そこで一応ですね、これがまあ、基礎的な、まあ、基本的な審判員の資質を、まあ、4つかなと。ということで、まあ、詳しく深めていくとする部分は、まあ、来週以降にしようかなと思っております。で、あと5、6分少々ですので、次にですね、雑談ということで、まあ、点数と、まあ、このなんていうんでしょうね、パワーポイントの中身を書いたんですけども、ちょっともうこれ以上画像がないので、共有を、画像をちょっと外します。それでですね、実は今日再放送でチコちゃんに叱られるっていう番組があったんですけども、そこでバスケットの競技を取り上げてまして、なんでバスケットボールが2点なのっていう質問があったんです。で、回答者は全員答えられなくて、で、その辺の回答がですね、あったんですけど、ちょっと、いろいろと複雑だからっていうのが、まあ、簡単な答えなんですけども、歴史的な経緯から言うと、ラインの外に出てしまったら、当時最初にそのボールを拾ったものがスローインを行うっていうルールだったみたいな。そうするとみんな、外に出た瞬間に、どーっとボールを奪い合うという非常に恐ろしい出来事が起こってしまう。ということで、1891年、その時、ファウルを3回連続犯してしまうと、相手チームに1点を与えるというルールができました。で、当時からですね、このシュートっていうのは非常にこう精度が悪くて、なかなか得点ができなかったので、このチームがファウルによって点数を得ようとしたということのようです。で、そこで、それではちょっとバスケットのやっぱ醍醐味、やっぱシュートをして、カゴの中に入れて、まあ、バスケットの中に入れて得点を得るという醍醐味を得たいということで、シュートの時になんか3点にしたそうです。それは1893年。で、フリースローっていうのがあるんですけれども、これを3点にした。で、最初の頃は良かったんですけれども、やっぱりこう、シュートってのは色々とね、ディフェンスも、まあ、駆け引きがあった中で、シュートして3点。で、フリースローっていうのは、誰にも邪魔されないで、スローインできると。まあ、サッカーの PK と似てますんで、試合中のプレーの中での得点と、PK で誰にも邪魔されないで、キーパーと1対1になる時の得点。この2つが3点同士っていうのはちょっとどうなの？ということで、今度は1901年、ここにこうフリースローを1点にしたと。で、シュートはそのまま3点。通常の国、動いている中での、まあ、シュートは3点。でも、シュートの3点はちょっと大きすぎませんか？っていう、またなんか文句があったみたいで、この1902年に、シュートを2点にしたと。で、フリースローは1点。そこで、現在のようなシュートは2点となったようですね。で、なんか1984年に今度はスリーポイント制を導入したというお話もあったので、いろんなこう歴史っていうのはこういろんな不都合とか弊害を経てこういろいろ改正されて今に至ってるんだなと。で、サッカーにおいても、ハンド、オフサイド、こういったのがですね、いろんな歴史を、変遷を経て、こう、変わっていっています。非常に多くの、なんていうんですね、こう、都合を持って変わっています。オフサイドとかハンドに関してもですね、また機会がありましたら、触れていこうかと思っています。で、以上ですね、本編、今日の内容は以上で終了いたしますが、4時半からですね、ジオンラボ、5時からは、
スターワールドチャンネル。で、6時からは、センベロカリンという楽しい収録された番組の放送がありますので、ぜひ、この後も FM 宜野湾でですね、お楽しみください。では、そろそろですね、時間にもなりましたので、終わりにしたいと思っております。本日もですね、埼玉の豪華さとぽんさんありがとうございます。聞いていただいた皆さんありがとうございました。また次回、よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。